どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、ラッシュデュエルのルールが公式さんから、詳細発表されましたんで、こちらをですね皆さんと見ていこうかなと、そういった動画になっております。ラッシュデュエルのルールがアクセラレーションされたわけですよ。で基本ルールどうなるかっていうと、デッキの枚数は40から、60枚と、40から60枚、OCG と一緒ですよね、これはね。で、初期手札が4枚、これね、リンクスなんですよ。ここリンクス、ここデュエルリンクスなんですよ。で、初期ライフポイントは8000、これ OCG なんですよ。だからOCG となんかデュエルリンクスを合体させたようなルールになってまして、初期ライフポイント8000っていうのは、これおそらく今回ね、そのすごい大量展開ができるルールになるっぽいんですよ。だから8000多分ないと、その一瞬でデュエル終了みたいなことになっちゃうと思うんですよね多分なんか高校ワンキルの横行みたいな4000くらいだとっていう感じになっちゃうと思うんで、8000くらいが妥当なのかなと、そういったイメージになってまして、でフィールドゾーンがね、見てください、これデュエルリンクスなんですよ。これデュエルリンクスなんですよ、これ完全に。モンスターゾーンが、フィールドゾーンこれ3つ、モンスターゾーンこうやって、で、魔法トラップゾーンここにあるでしょ。で、デッキがここ。で、エクストラデッキゾーンがここ。で、フィールドゾーンがここで、墓地ここなんですよ。完全にね、デュエルリンクスなんですよ。だからちょっと思ったのは、もちろんラッシュデュエルアニメが始まって、カードも始まるんですけど、将来的な話、おそらくアプリ化するんだろうね。おそらくそのスマホアプリ、デュエルリンクスみたいなイメージでアプリ化して、で、多分デュエルリンクスのそのシステムのなんかこう根本の、その機能というかシステムとかを持ってきたら、もう即座に多分アプリ化できるじゃないですか、こんなの。だから多分、近いうち、どんぐらいか分かんないけど、そのうちアプリ化はされるんでしょうね、多分と僕は予想しております。ここはもう完全リンクスで、ラッシュデュエルの特徴なんですけども、こっからが重要、大量ドロー。大丈夫かな、これ大丈夫なんですかね。ドローフェーズでは手札が5枚になるように毎回ドローしますよと。だから基本的に5枚全部、例えば手札を使って、で次の開始のターンってワンドローでその1枚でなんとかするみたいなのが遊戯王じゃないですか。これね、使ったら使っただけ得なんですよ。その使って次のターンまた5枚になるようにバッてドローするから、だから使えば使うほど得なんですよね、カードを。その温存とか関係ないっていう。だから今ある手札をどうやって全部使って、また次のターン、また次の5枚をドローしてっていう風にするかっていうのが多分戦術の一つになってくるのかなと。で、先行1ターン目のドローあります。先行ドローありと、最初手札4枚からスタートするんで、先行で5枚になると、そういったイメージですね。で、手札5枚以上の場合でも必ず1枚ドローしますよと。で、手札の上限がありません。実質これオシレス最強だ。オシレスの攻撃力は無限大だ。いや、デッキの枚数という上限はあるかな。ということで、本当にものすごい、手数の多いデュエルになると思います。多分ですね、後でちょっとカードを見ていこうかなと思うんですけど、こういうカード、アドバンス召喚の概念自体は多分あると思うんですよ。アドバンス召喚自体あると思うから、ただ、これ、見てください。手札からモンスターを何回でも召喚できますよ。つまり召喚権っていう概念はないんですよ。だから通常モンスターレベル4以下のとかをポンポンと2体、召喚して、でその2体を即座にリリースしてアドバンス召喚みたいなことは多分できるんですよね。もちろん手札3枚使いますけど、手札3枚5枚中3枚使いますけど、一応だから課金モンスター2体ポンポンって出して、でそいつリリースして2体、リリースした場合のモンスターアドバンス召喚ボーンみたいなことがもう先行初手後行初手でできちゃうみたいな、そういう多分イメージになるんでしょうね。どでけえモンスターを立てて殴り合うみたいな、古き良き遊戯王みたいな展開には多分なるとは思います。でちょっと思ったのは、この手札が5枚になるように必ずドローするっていう、そういう遊び方になると思うんで、これ例えばね、デッキ破壊とかねデッキ破壊とか強いんじゃないかなと思うんですよね。毎回その5枚になるように、ドローしなきゃいけないんで、だからデッキ破壊して相手がもうカードを使ったらまたデッキ破壊をして、でまた5枚になるようにドローして、また使ったらまたドローさせてみたいなことができると思うんで、一応引く枚数も自分でコントロールできますけど、どんぐらいカードを使うかによっては自分のターンでできますけど、そういうデッキもなんかそのおいおいね、
後々そう出てくるんじゃないかなと思うんですよね。でラッシュデュエルの進め方はもう完全にデュエルリンクス、これデュエルリンクスなんですよ。ドロー、メイン、バトル、エンドっていう、もう完全にこれデュエルリンクス、これまあ要はメイン2とかがないという話ですね。これね、だからね、マホトラップとかあるんだったら、その OCG やってる人は注意、伏せてからバトルですからね。伏せてからバトル、ありえないプレイングですけど、あの OCG ではあのモンスターを召喚、まあ特殊召喚とか、まあ、展開してバトルしてから伏せるは間に合わないんで、メインの2がないから、だからバトルの次エンドなんですよ。だから伏せてありえないプレイングだけど、伏せてバトルっていうね。これがまあデュエルリンクス民だったら、まあ、あの身についてるかなと思うんですけど、まあ、これ完全デュエルリンクスの流れとなっております。でこれね、コナミさんがちゃんと考えてきたんですけど、ラッシュデュエルのモンスター効果、フィールドのモンスター効果はターン1、表側でいる限りターン1です。これちゃんとねまあ遅えよみたいな、まあ、話はありますけど、ちゃんと一応つけてきました、ターン1で。まあね、ただね、俺思ったのは、いやこれどうしてさ、その表側でいる限り一度だけだから、その戻せばいいんですよ。まあまあ召喚してで効果使いますよね。効果使ったらなんかアーリージェネクスバドンみたいな、バドンみたいなやつで戻して、でもう一回、まあ、召喚権ないから、あの召喚権の回数制限ないから、もう一回出してでまた効果使ってみたいなパターンはね、まあ、そのうちね、そのうち出てくるかなと。まだ今んところなさそうな感じしますけどね。であとその効果のモンスターの効果の書き方が、まあ、ちょっとね、あの学んだというか、コナミさんちょっとなんか遊戯王から学んできましたね。まあ、一応名前がここにあるよ。で属性がここにまあ記されていて、でイラストがあって、でレベルがねここにあるんですよね。レベルが7で、アタックディフェンスがあってここです、種族効果のここの条件と効果、これ条件って何かっていう話なんですけど、これねコストなんですよ。コスト、これ遊戯王 OCC でいうところのコストなんですよ。デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できるよ。これ今まではコストと効果がなんかすげえ分かりにくかったとあったじゃないですか、遊戯王 OCG だと。これちゃんとラッシュデュエルだったら分けてきました。これ学習しています、非常に学習をしている。で効果がこのカードの攻撃力は単収容時まで、まあ、属性の種類かける300打点アップするみたいな効果なんですけど、まあ、要は条件コストを払って効果を使ってくださいねっていう、すごく分かりやすい、まあ、段階を踏んだ書き方になっているということでございます。ちょっと他にもね、いくつかカードが発表されてたんで、そちら見ていきたいなと思うんですが、例えばこの、連撃竜ドラギアスはね、コストデッキの一番上のカードを墓地送って発動で、効果は、このターンこのカードが戦闘でモンスターを破壊したバトルフェーズ中、このカードをもう一度分け続けて攻撃できると。まあ要は、タイラントドラゴンみたいな、タイラントみたいな効果を持ってますね。でこの辺の2体がバニラで、ドラゴニックプレッシャー、これが魔法カード、通常魔法ってやつですかね。コストは手札のモンスタードラゴン族を3体墓地送って発動ができる。いや分かりやすいねめちゃくちゃ分かりやすい、あのコストと効果分けて書いてあるからすげえ分かりやすい。で、効果はお互いのフィールドのモンスターを全て破壊しますよと、まあ、ブラックホールですね。でこの効果でモンスターを破壊した場合、自分の墓地のモンスターレベル4以下のドラゴン族を、守備表示で特殊召喚できる。これだからドラゴニックプレッシャーをなんかガン詰めしたあのブルーアイズデッキが一番強いんじゃねって、まあ、ちょっと思うんですけど、あんまり除去が今のところ発表されてないんでね。他にもね、こういうセブンスロードウィッチとかいう、なんかめっちゃなんかギャルギャルしい、なんかブラックマジシャンギャルみたいな、ああいうイメージのなんかモンスターが追加されてたりとか、あとね、これがまあ多分主人公のセブンスロード、まあ、ブラックマジシャンとブルーアイズみたいなイメージのカードなんですけど、これ見てください。これ見てください、これ。マックスレイダーって。マックスレイダーっていうなんかアックスレイダーのなんか強化版みたいな、二刀流になったなんかアックスレイダーみたいなやつがね、なんかね追加されてるんですよ。まあ、バニラなんですよね、レベル7の2400っていうバニラなんですけども、なんかねはっきり言ってちょっと面白そう、今んところちょっと面白そうなんですよ。結構俺は楽しみにしてる。皆さんはどうお考えでしょうか。まあ、ぶっちゃけ叩いてる人もいると思いますけど、世の中にはやっぱね、やってみて遊んでみて判断するべきだと思うんですよね、こういうのは。俺は結構本気で遊んでみようと思ってるんで、もしよかったらね、皆さんも4月にスターターが発売されるということで、そっち買って遊んでいきましょう。私もちょっと動画かなんかバンバン作っていきたいなと思いますんで、はい、と
というわけで本日の動画は以上となります。最後にグッドボタン、チャンネル登録、よかったらぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。